菊池市は、熊本県北部に位置する市である。熊本県の北部を流れる菊池川の上流、熊本市から北東、約2 5トルの場所に位置し、市域中央部から南西部は、熊本平野の北東端にあたる、太宰府府間の流れを組む菊池市の本拠地、ワイフを中心に、市街地が形成されている。東部は、阿蘇街林山の天然性紅葉樹で覆われ、野鳥の宝庫。 その間を縫う整列な菊池川の源流が大小の瀬戸淵と滝を作り菊池渓谷を成している。菊池渓谷は日本名水百選にも選ばれており夏でも平均水温が13度で秘書地として知られ毎年4月の山開き以後30から40万人の人が訪れる。この一帯の国有林は1965年には九州で初めて自然休養林に指定されている。 北部は大分県と隣接している。平成の大合併で合併した地区は、旧朝村名を従来の大技の前に関している。七条町局史水町七世紀後半に、九州防衛のための古代山城の一つ、菊池城が築かれた。平安時代の和名類受賞では、菊池と書いて、菊池と訓じている。ワイフを本拠とする菊池氏は、南北朝時代には、 五代醐天皇の御子、聖聖将軍宮、金長新皇を報じて、太宰府に進出し、九州中部、北部における南朝方の一大勢力となった。室町時代には、薩南学派の祖である慶安玄樹が儒学を説くなど、文化的発展も見せた。江戸時代には、菊池地方は、国葬地帯として知られ、菊池米は、晩秋米、美州米と共に最高級の品質とされ、 大阪道島の米相場を決定する際の基準とされていた。菊池川川口近くの高瀬も熊本半最大の米の積み出し港として栄えた。歴代市長、編集江戸時代以来の米どころであり、菊池米は7畳の米が全国の名産米を集める料理新聞社、クックメール主催の米の食味会において1996年、1998年と2度にわたり、 全国1位に輝いている。また、財団法人日本穀物検定協会主催の食味ランキングにおいても、熊本城北産の日の光がこの品種としては、全国で初めて2001年度に最高ランク、特、栄を受賞している。他にもメロンゴボウシイタケ等の栽培や畜産が盛んである。2006年の農業産出額は282.4億円で、熊本県では、 八代市に次いで第2位、内畜産は熊本県では第1位、全国の市町村中でも第5位である。西日本最大の落農地帯で果物栽培も盛んであるため市内にオリジナルのアイスクリーム等を製造、販売する店が多く現れ、菊池アイスと銘打って毎年夏にキャンペーンを展開するようになっている。第2次産業としては自動車及び 電子機器関連工場が多く立地する。2012年の製造品出荷額等は1504.5億円で、熊本県では、熊本市、菊陽町、大津町、八代市、甲子市に次いで、第6位である。1954年に温泉が湧き出してからは、温泉街としても栄えたが、男性客、団体客中心の観楽的な性格が強い。そのため、 旅館の岡村が中心となって、おしどり夫婦の里と銘打って、ワイフの湯、美肌の湯として打ち出している。高等学校、編集公立私立中学校、編集私立小学校、編集太字の学校は標準服がある。私立菊池プラザ最寄り空港は熊本空港。かつては JR 九州バス山賀線の路線バスが運行していたが、2006年3月1日に、 廃止され、路線は、参考バス、熊本電鉄バスにそれぞれ譲渡された。一般国道主要地方道一般県道道の駅、菊池菊人形、菊祭り菊池神社は個人、ありがとうございます。